私の名前は伊集院茂雄。社会の闇に葬られた無念の声を拾い上げ、悪に鉄槌を下す。それが私の生業だ。世の中の人間は大きく二つの種類に分けられる。ああ、今月もきついな。一緒に頑張ろう。一つは大多数を占める持たざる者。そしてもう一つは権力、財力、暴力など力を持つ人間だ。おれ、何でも好きなものを買ってやるぞ。やー、社長さん太っ腹。彼らが持たざる者を利用し、搾取する図が存在する。持たざる者を持つ者が雇い、その労働力でさらに私腹を肥やす。ここはこうしないとね。はい。そんな関係が日本の多くに存在する。邪魔だ、ぼーっとするな。な、やってしまった。そして持つ者の傲慢が時に悲劇を招き。例の件はどうなった？あの契約社員は不注意により足を滑らせ死亡したことにしています。素晴らしい。君の出世は便宜を図っておく。これから幸せになろうって約束していたのに、なんで？持たざる者は無念の涙を流すこともある。しかしその涙が無駄になることはない。邪魔だ、ぼーっとするな。うわ、どうした？不注意で足を滑らせたのかな？人の道を外れ、浅ましく法の裁きから逃れた者は、この私が必ず見つけるから。熱した鉛を下道にかけます。ルカー君、出世を約束しよう。俺は命令されただけだ。非道に泣く者の怒りを汲み取ることこそ拷問ソムリエたる私の使命。その活動ゆえに私のもとには尽きぬ恨みを背負った者が現れる。ではお話を伺いましょう。お願いします。目の前にいる絶望を顔に貼り付けたご婦人もその一人だ。一見すればひどく疲れた雰囲気を放つ女性だが、内実はそうではない。私の宝物だった二人の娘の仇を取ってほしいのです。彼女の身の内には夜叉が宿っている。彼女の人生が一変したのは3年ほど前のことだ。高校卒業祝いってことでさ、いいでしょお母さん。しょうがないわね。当時彼女には美咲とゆかという目に入れても痛くないほどに可愛い双子の娘がいた。無事に高校を卒業した子供たちは休暇を利用して旅行へ出かけた。行ってくるねお母さん。お土産期待しててよ。そんなこと気にしないで楽しんできなさい。子供たちだけで旅行に行かせるのは不安だったが、彼女は二人の成長を信じて心よく送り出した。そうして娘さんたちが家を離れた次の日のことだった。 N 県のイベント会場で大変なことが起こりました。彼女に悲劇の知らせが舞い込んだ。テレビに映った場所は他でもない娘さんたちが向かう予定のイベントだったのだ。大規模なイベントに突如ナイフを持った男が乱入したのです。そんな、美咲、ゆか、お願い出てちょうだい。彼女は娘たちが巻き込まれていないことを願って電話をかけ続けた。しかし電話はおろか、メールや LINE でも返事が返ってくることはなかった。ご家族の方ですか？私は警察の者です。え、そしてようやく来た携帯への着信は絶望をもたらすものだった。彼女の娘さんたちは襲撃者が振るう狂人の犠牲になっていた。やったー、いやー、生贄をたくさん作らないと。犯人は被害者を生贄などと呼んでいたという。彼女が娘さんたちのところへたどり着いた時には事件から2日が経っていた。美咲、やったー。改めて冷たくなった娘さんたちを見た時は悲しみと絶望に気が狂いそうだったという。娘さんたちの体には合計10箇所以上の刺し傷があった。犯人は、この子たちを殺した奴はどうなっているんですか？目下捜索中です。必ず捕まえてみせますので。事件から数週間後、犯人が自首したことで事件は解決した。なぜこのようなことをしたのですか？借金があって人生もうまくいかず、どうせなら大きなことをして死のうと。裁判の席で犯人の口から語られたのはどうしようもなく身勝手な理由だった。納得などいくはずがない。自らの手で恨みを晴らしたい。けれど司法に任せよう。依頼者はそう自分に言い聞かせた。しかし一つだけどうしても気になることがあった。お前らは生贄だ。それは犯人が使っていた生贄という言葉。彼女は探偵などを使い犯人の素性を調べ上げたところ、ある闇金から大金を借り入れていた。おい、あのババアからカバン取ってこい。はい。しかも借金を理由に悪事に手を染めていたのだ。その闇金の社長をつけていた彼女はついに事件の真実にたどり着く。マジだって、今月大儲けしてるのは悪魔に生贄を捧げたからなんだよ。おいおい、生贄って何やったんだよ。ネズミか猫か人間だよ。 N 県のイベントで殺し合ったろ。あれ俺の指示なんだ。ちょ、
待てよ、あれって犯人捕まったじゃん。借金を肩にうちの債務者にやらせたんだよ。俺は捕まらずに悪魔の力をゲットだ。悪魔様々だぜと悪意に満ちた笑い声に依頼者は爆発しそうになる殺意を必死に我慢した。録音していた音声とともに彼女は警察へ行った。しかし悪魔と契約で殺人犯といってもねえ、ただの冗談でしょ。そんな、この会話はただの冗談と依頼者の訴えに取り合おうとしなかったのだ。それで私の元に来られたのですね。はい、娘たちの無念を晴らしてほしいのです。当時の悔しさを思い出しているのか、彼女はこちらに聞こえるほど歯をきしませる。何が悪魔の生贄だ、そんなことで命を奪うな。あの子たちの命の重みを奴に思い知らせてください。それは母の愛と喪失がこもった文字通り血を吐くほどの絶叫だった。私の思いはすでに決まっている。わかりました。あなたと娘さん方の無念、必ずや晴らしてみせましょう。ありがとうございます。この嘆き、この憎悪を拷問ソムリエとしてどうして拾い上げずにいられようか。自らの欲望のために人を使い、手を汚すことなく害悪を振りまくゲスメ、本物の悪魔がどういうものか教えてやる。代価は貴様が発する絶望の悲鳴とその薄汚い命だ。となればこの男に頼るのが最も手っ取り早いだろう。ああ、奴なら知っている。最近まで勢いがあった闇金業者だ。なら行きつけの店や親しい人間のことはわかるか。聞けばターゲットは冗談ではなく本当に悪魔崇拝者というのだ。以前にも人を使って傷害事件を起こしている。闇金は手駒を手に入れる手段なのかもな。害悪しか撒き散らさんとは。情報屋から奴の行動パターンを仕入れた私は行きつけのキャバクラで奴を待ち伏せ。なんだってめ、うわ、サバトへの案内人さ、今宵の生贄はお前だがな。上機嫌で出てきたところを確保した。そして拷問室に運び込み奴を壁に貼り付けた。悪魔信奉者を自称している割に隙が多い奴だ。しかし下道の顔はいつ見ても虫図が走る。なので私は手荒にこの下道を叩き起こす。うっ、ようやくお目覚めか、クズめ。このサンドナックルという道具は便利でいい。中に砂鉄を仕込んでいるから頬骨でも一発で砕ける。どんなゲスでも裁きを下す前に開墾の念がないかを問うのが私のポリシーだ。お前は N 県のイベントで殺人事件を起こしたそうだな。お前、死んだ奴らの関係者か。相手がどんなクズであろうとな。あれをやったやつは捕まっただろ。俺はちょっと指示しただけだ。バカめ、それを殺人教唆と言うんだ。それに悪魔を扱うには他人の命が必要なんだよ。このだがこの男は自分の犯行を正当化し、食いる心など一切持っていなかった。ならばこちらも気兼ねなく罰を下せる。自身の罪すら理解できんのならその身に直接教えてやる。ルカワ先生どうぞ。私の声にルカワが手渡したのは工業用の電動ドリルだ。その先端をむき出しの肩に押し付けると奴の顔が目に見えて歪んだ。おい何すんだ。何をする、決まっているだろう。私は何の迷いもなく指をかけたトリガーを引いた。その瞬間、甲高い機械音とともに刃は回転し、えぐられた肉から血しぶきが舞う。騒ぐな、この程度はまだ序の口だぞ。そう、今回の仕置きはここからが本番なのだ。そうして肩に大穴が開くと、私はそこに細い竹筒を差し込んだ。痛えよ。さて、ここからが本番だ。覚悟はいいな。そして次に用意したのは煮えたぎった醤油だ。それを竹筒に注ぎ込んだ瞬間、地下室全体に響くほどの絶叫がほとばしった。この拷問は篠のもみという森鴎外が書いた都合多兵論に登場する拷問だ。書では膝に竹筒を押し付けて肉がへこんだ場所に煮えた醤油を流すとあるが、この拷問の特徴は体の内側から焼けただれるということだ。まだ二つ目だぞ、いちいち騒ぐな。傷口とその先の肉や骨を高温の油で焼かれるのは想像を絶するだろう。左右に竹筒を生やしたゲスはそれだけで息も絶え絶えだ。助けて、俺が悪かった、許してくれ。命乞いか、なら一つ条件を出そう。それができたら命までは取るまい。私の言葉に青ざめた色だったやつの顔に少しだけ紅が刺す。だがそれもほんの少しの間だけだ。今ここで悪魔というものを呼び出してくれ。悪魔信奉者なんだろう、一匹くらいは呼べるだろう。偉大なる悪魔よ、生贄と引き換えに我と契約を。
何の書物で覚えたのか、奴はよくわからない言葉を並べた。おい、よかったな。お前の願いが通じて、悪魔が降臨したようだ。やった、間に合った。どこに？もう降臨してるじゃないか。お前の目の前に悪魔が。嘘、まさか。生贄はお前だよ。さあ、次は脇腹に煮えた醤油を入れよう。バカ、命を救いに現れる悪魔の本末転倒だろ。その後、左右の脇腹に竹筒を生やしたところで、奴は限界を迎えた。地下が少しばかり香ばしくなったな。やはり醤油を炊きすぎたか。後で換気しておきます。まあ、普段の血生臭さに比べれば幾分マシだろう。こうして今回の依頼も完遂した。この事件の真実を世間が知ることはない。これで彼女たちの無念が少しでも晴れればいいが、私にできるのは依頼者に代わって悪を裁くことだけ。立ち上がり前を向けるのは本人だけなのだ。本日の動画は以上です。過去の動画もぜひ。